沢さんでございます。今年これで終わりかな？一応これで終わろうかなという感じがします。シグナルが出ております。あと1分少々ですね。これはですね、抵抗線近くで出すモードですね。抵抗線近くでのみそのシグナルが出るっていう、そういうやつではなくて、条件として最終フィルターが抵抗線手前で出るっていう感じですね。さあ、次シグナルが出て、少し離れると消えますね。で、残ったら次の足でエントリーするっていう感じになります。残ってくださいって感じですね。そのまま消えたら嫌ですね。あー、ダメかな。あー、ダメでしたね。一応残ったもんでやるって感じですね。残らないとやらない。結局これは成立しなかったってことになります。ではでは、次のチャンスを待ちましょう。今年もですね、この配信された状態だと、もうトレードはされない方がいいんではなかろうかと思います。せっかくね、結構休み、大晦日とかで正月やる人あんまいないかな。相場が動き出してちょっとやろうかなっていう方もやっぱ多いと思うんですけど、やっぱもう少しちょっと相場の方をよくご理解していただければですね、年末年始っていうのが大変危ないっていうのがですね、分かっていただければいいと思うんですよね。もう無理に止められない状態ですからね。今日なんか、まあ、こういう相場のこういう動きに関してすごくいいじゃないですか。ダブ理論的にもちゃんと動いてますしね。大きな足見ても、ダブ理論で動いてとか、お口の投資家さんが参加されてるなっていうところに意識されてるところもちゃんと結果として残るわけですね。はい、それでは、次のシグナルまで待ちましょう。先ほどはね、右下のこちらで出ておりましたけども、左上のこちら出ましたね。それとあと30秒しかない。3、2、1、はい、しました。はい、これで結果待ちましょう。このプリセットはですね、抵抗線近くでしか出ないような設定になっております。ですので、かなり結構確率は高いわけですね。だから2回勝負でやります。ですので、表示するとですね、かかってますね。はい、こういうところとか、はい、こんな感じで出ております。こういう中途半端なこういうところは出なかったりしてですね、ここで負けてますね。ここで一回負けてます。で、ここはやってないですね。時間的にはやれないですね、こういうとこね。あんまり動いてないですからね。まあ今日ね、今年最後という感じでございますので、ちょっと大きくして見ていきましょう。あんまりね、こういうでっかい表示はやらないんですよね。ちょっとわかりやすいかなと思って、ちょっと表示してみます。最後までご覧ください。はい、勝ちました。最後はね、上にこうひげつけて、いきましたね。ヒヤリヒヤリするでしょ。廃炉の方を見ると幅的にはね、すごく狭く出るんですけど、MT4 の中ではですね、広がってるんで、実際このぐらいですよね。あんまり大きなボラではないわけですね。一応こんな感じでございます。今
今年もですね、大変お世話になりまして、食サポの方は大変、ものすごく今年は多かったなという感じがします。それでは今年も、まあこんな感じで終わろうと思います。で、年末年始はお休みしようかなと思いますが、まあ突然配信の方をするかもしれません。過去のですね、動画見直していただいて、また質問などありましたら、またください。それでは、良いお年を。失礼いたします。